から、こんな感じで動く。肩の下に手を置いてください。で、指先はちゃんと真っ正面に置いて、はい、でそこからまず上にぐーっと体この辺を丸めます。ぐーっとそこから一気に落とす。この時に注意してほしいのは肘を曲げない。肘を曲げずにここからドンドンドン肘を曲げない。ゆっくりですよ、ゆっくりと。はい、続けて。ポイントとしては、上がった後にここで何か物を潰す。そう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 。はい、ここでグーッと持ったから、そうそうそう。ここで何か物を潰す。そう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 。この上下の差が出るとすごいいいです。グーッと。ここも今丸まってるね。この上で丸まってる状態が肩甲骨が一番自然に出て、一番腕が前に出てる状態です。ここからここで何かを挟む。そう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 。じゃあ今度は骨盤の動きを入れます。この状態、さっきと同じ状態で、まずは骨盤、お尻を下に向けながら、体をね、ぐーっとお腹を持ち上げられるような感じです。ぐーっと猫の背伸びみたいな。そこから今度は骨盤を逆に落として、ぐーっと。じゃあ正拳突きからいきます。左手を前にして、はい、はい、じゃあまずゆっくりいきます。ゆっくり1、反対側にして、はい、2、3、もっとゆっくりです。4、呼吸と突きを合わせる。5、ふー。次は半分ぐらいの力でいきましょう。半分ぐらいの力。まだ拳もそんな握らなくていいです。腕を前に放り投げるような感じでいきましょう。いいですか？いきます。よー。1、2、3、4、5。はい、じゃあ次 100% です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、肩回して。はい、一番上にいっちゃった。はい、突き何を意識してますか？腰の回転を、なんかよりキレが出るように。腰を、はい、突き構えて突きます。はい、やっぱね、ここで止まってしまってる。でも意識的には何ですか、壁の向こうまで作る、こういうことで聞いたことある。それをもっと意識するためにちょっと練習していきましょう、はい、そのために途中で半分ぐらいの力で腕を投げるようにって言ったね、投げるようにしましょうって言ったね。その時に肩も腰も流していいから、腰も握らなくていいです。この手をちょっと斜めにこんな感じ、今見てて、ポン、はい、その感覚をちょっと掴んでみましょう。はい、じゃあ左手を上げて、そこからもう腰に向かって、そこから真っ正面でもうちょっと斜め上に、ストーン、はい、はい、よ、1、はい、その時にそう、肩ももういつもの正拳突きと変える、肩ももう思い切り流す、肩も思い切り流す、そうそうそう、もうどっかに飛んでけっていう、はい、2、はい、もちろん逃げないでいこう。3、4、5、6、ストップ。なんでこういうことするかというと、この時最初に言った肩甲骨、今ね、肩甲骨楽な状態なの。
で最初に言ったその拳が一番前に出てる状態、一番先に届いてる状態、一番いいのはこの状態をキープしたまま体を揃えるんでしょう。この状態で拳に、この位置が一番距離が出てすごくいいです。月どこから意識してましたか？肩肩甲骨。先生が意識してほしいと思うのが肘、教えていく上ですごく俺は大事にしてる。人間の体の前側はブレーキですと、後ろ側はアクセル。前がブレーキってことは力み始めるとこの前の力を使っちゃう。突き変わります。この時に前面、この辺を使って突こうとするとすごくガチガチで距離も伸びないんだ。じゃあ前の方をね意識して、こうわざと力入れてついていきましょう。一歩ね、よーえっし、はい、ね、気持ち悪いね、やってみてね。じゃなくて体の今ここの体の後ろ、この肘ね、肘からスタートしましょう。ここから1、2、3、4、1、2、3、そうそうそう、飛ぶ。この感覚を自分でできるようになったらもっと突き速くなると思わない？ね、もう一回ちょっと楽になった、楽になった。はいはい、ね、やはりね、面白くなってくるでしょ。これはあのせっかく兄弟いるんだから家で何かやるときにトントントンみたいな感じでやってあげるとすごいいい練習になるかなと思います。はい、じゃあもう一回構えてください。肘、好きだからって言ってこの手を前に早く出そうってイメージじゃなくて、それよりも体の後ろ側にある部分からスタート、はい、そのイメージね。はい、ちょっと各自ちょっとそれを意識してやってみます。手先で突くんじゃなくて肘を押される。ちょっといろいろやってみます。分かんないことあったら手上げて、ちょっと今度はそれに合わせてもう一個今日一日の中でずっと言うことがあります。それは呼吸です。呼吸はすごく大事です。力を思いっきり入れてる時っていうのは呼吸止まるってこと。月も一緒です。要は呼吸が止まってると月もちっちゃくなるし、体の中に、分かりやすいのは呼吸っていうのは余分な力を吐き出す、抜き出すね。これが溜まってる状態で月をやるとすごく窮屈な動きに見えちゃう。 OK。 でそのために基本の時とか口に紙一枚挟んでる、この感覚で月もこんな感じ、常に呼吸は回し続ける。いいですね。だからゆっくりやるときに手と呼吸の動きを合わせるっていうのはそういう。もう一回じゃゆっくりの突き方。はい、制限突き前構えて。呼吸ね、鼻から吸ってしっかり口から出します。呼吸と手を合わせる。よーい、1、ふー。紙一枚。2、ふー。3、ふー。はい、まず左足からね、ゆっくりいきます。ゆっくり。鏡あるからね、自分の姿見ながらゆっくり1、はい、2、ゆっくりです。呼吸止めないね、口ぐんってなってる人いないか。はい、3、はい、一番弟くんが姿勢ず綺麗じゃん。一番綺麗だよ、姿勢ずっとまっすぐ、二人ずっとこんなずっとこんな半分ぐらい力で、まあ足を放り投げる。はい、行きましょう。はい、正面見て、よーよし、2、3、4、5。じゃあ次 100% いきます。4、1、2、3、4、5。基本の前蹴りやります。やっぱ基本が上手い人の腕でこうはなってないね。あともう一個こうはなってないでしょ。やっぱ多分言われてることは一緒だと思うし、この背中っていうか丸めない、反らせない、この状態をキープした状態で蹴れるとやっぱいいよね。この状態これがいいと、やっぱあの蹴りもちっちゃくなりすぎない。そのちっちゃくなりすぎないっていう意味は、膝が上がってなかったらこれぐらい、これよりももうちょっと上げてこれぐらい蹴れる方がやっぱ
ダイナミックだし、あ、基本うまいなって思っちゃうね。そうなるためのコツ、どこを意識すればいいかっていうのをまた教えていきます。最初、胸の前に手を置いて、胸の前に手、こんな感じ、こんな感じ、はい、ここに膝タッチ、膝タッチ、はい、始めて、さあ下げるなよ、下げるなよ。こういう時も呼吸大事で、ふーずっと吐きながら、吐きながら、はい、やめ。これが膝の前蹴りの買い込みなんだけど、もうこの時にもうこうなってちゃダメってことだよね。こうもなっちゃダメ。はい、もう一回ちょっと意識してみてください。背中まっすぐ、背中まっすぐ、はい、はい、やめ。この時意識してほしいのは、質問ばっかだけど、足ってどっからどこまでですか？足は、はい、正面前見てるんで、足はこっからって言ってたんだけど、ここでちょっと蹴ってみます。蹴ってみます。楽じゃん。もっともっと蹴ってみ、姿勢もわからないね。はい、足、こっから下って言ったんだけど、ここで足を上げる。はい、蹴ってみます。前、前。さあ、両方、両方いってな。はい、で、目線下下げてる、正面目線下げて、はい、うん、うん、うまい、うまいぞ。負けてるから大丈夫か。見た方が分かりやすいね。こっから下だけだとすごいちっちゃいです。こんぐらいです。こっからでも大きさを見せようとして高く高くしようとしたら、どうしてもやっぱ上半身が動いちゃう。その時にどうするかって言ったら、背中を使って蹴る、蹴る、背中で引き上げる。うまい、プロ。本当に言うことがないの、一番。おい、ちょっとね。OK、じゃあ 100% の蹴り、おさらいね、やっていきましょう。構えてください、力みすぎない、呼吸大事、うん、一回呼吸吸って、はあ、今リラックスしてる状態、そのまま10分いきますよ。よし、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 屈伸してください。構えてください。はい、膝をちゃんと曲げてください。意識してほしいこと、極力ね、親指の上に膝が来る、ここまで、ここまで。ただこれだと広すぎるから、まあ、もうちょっとこの辺かな。なんでその膝をこの親指まで出すのかっていうと、これにもちゃんと理由があります。ここから移動するときに、はい、じゃあ前に取れてください。はい、こうなるときに膝がね、後ろに入ってると、こっから前に出る瞬間に一回ここにポジション置いてから移動しないと。だから1、2点だから、最初からもう膝は親指の上に置く。こっからスッ、まあ、それだけかな、覚えておきましょう。じゃあ、下がってさ、はい、じゃあ左足前で構えて、はい、腰に手を置いて、はい、じゃあ最初足の移動だけ、ゆっくり、はい、1、呼吸大事です。2、下げないよ、下げないよ。3、4、5、はい、そのまま下がります。1、いいね、みんな低くてすごいです。2、3、4、5、はい、もうちょっとスピードつけていきます。よーい、よし、2、3、4、5、スピードつけて下がります。よし、2、3、4、5。はい、ちょっと体を落として、移動付き、後からつけたりするんだけど、やっぱ速い方がいいよね。やっぱ速い方がいいよね。速くするために何をしましょう。後ろ足のバネを見ます。後ろ足のバネ、はい、いいね。はい、じゃあ構えてみます。そこの説明、まず後ろ足蹴ること、うん、みんな普通はやるよね。
もっと効率よくイメージするには、ここを膝かっくん、これで入ってほしい。単純にもう倒れるイメージしてください、はい、倒れながら後ろ足を引っ張ってください、はい、そんなイメージです、はい、後ろ足で蹴る必要はほぼほぼないです。前足で引っ張ってください。前足で引っ張ってください。前足、まずそれだけちょっとやってください。えって思うかもしれない。ただそれだけでちょっと自分でこっちが前足で引っ張る。腰に手ある。腰に手ある。はい、スタート。大丈夫、後ろに。後ろに下がる場合は、後ろ足で引っ張っていくね。後ろ足から引っ張っていく。OK? はい、OK です。いいです。そうなった時に、あれって、ちょっとやりにくいぞってなったね。絶対違和感があったと思います。それにプラスアルファでいきましょう。前見て前足で引っ張るって言ったらもう一個意識してほしい。先生ね、さっき前ブレーキ、後ろアクセルって言ったね。この正中線、この正中線のこの辺、背骨のこの辺っていうか、まあここ体幹って言われる、ね、体の幹っていう力の源があるんだけど、その後ろで、後ろには板が張り付いてると思います。板が張り付いてるから、こうはならないね。こうはならない。板が張り付いてる、ここまで、ここまで。その板を、板で押される感覚です。OK? いくよ。ちょっと行きます。Okay. と、前に倒れる。いくよ。ゆっくり、ゆっくり。はい。はい。どう？そう。受けた人にしか分からない。ここ最初は膝でスッていくって言ったんだけど、最終的にイメージしてほしいのは、後ろを板で押される。板で押される。そのイメージ。はい、ちょっと各自やってください。板。ああ、今のよかった、今のよかったね。自分でよかったっていうのがあったら忘れないようにします。よかった感覚、探せ。今日のうちにちゃんと使う。はい、今。1、2、3、そう、やめてください。そしたら帯引っ張るとここね、ここで押される。その感覚がつきます。見てるよ。ここからちゃんと息を合わせて、呼吸で1、2で膝をふうふうって抜いていきます。いきます。1、2、3。はい、今上ね、引かずにそのもう普通にこうか。はい、特に1、2。はい、今のここを押される。はい、構えて。今の感覚ね。そしたら、黒先生がこうやって押したときと似たような感覚になるでしょ、うん、それが帯で掴めるから、それを自分たちで練習するときも、やるなら使ってください。いいですか、はい、はい、左前屈構えてください。左足ね、はい、その場で、前蹴りの練習とかするよね、はい、するよね。はい、それをちょっと一回やりましょう。ゆっくりいきますよ。1、2、ゆっくりでいいです。呼吸と肩、3、4、もっとゆっくり、5。ゆっくりやるときに意識してほしいのは、コース。自分の足がどのタイミングでどこを通ってきているのか。体が今そのタイミングでどうなっているのか。それを考えながらゆっくり。できなくなるよな。ゆっくりってそれだけ難しいんだよ。早くやることは誰だって簡単なの。それをゆっくりできる人っていうのはやっぱすごい。でゆっくりやるようになると体のバランス、さっきの途中で言ったけど、それがどんどん見えてきます。しっかりどこに重心を置いて、今ここに上がって、それで前出してっていうのをしっかり自分の頭で考えながらやれるようになるといいです。前蹴りだけじゃなくて他のどの動きもいいですか。はい、じゃあ半分ぐらい力でいきましょう。掘り投げる、掘り投げる。手には引き足がいいです。いきますよ。1、2、形がいいね。3、4、5。で、これさっきの模様で背中ね、背中それも使えますんで 100% でいきます。それをちょっとつなげてできるならやってみましょう。はい。
はい、行きます。よーい、1 100% よ、100点よ。2 3 4 6 はい、OK です。じゃあこれで基本、俺が1、2、3、4って言った時に多く見られるのがトン、トン、何、なんか悪いとこあたり言って、なんで蹴った後に体軸が下がってる、前後しちゃってるね。これやっぱ良くないよね。やっぱ動かない、動かないようにする。一番いいのはこれ、これ、これ。こうできるようになってほしい。ってなることは、さっき言った親指の上に膝が出る。前蹴りにしてきは、もう動かない、ここ。ここが少しでも動くと、後ろに行っちゃう。後ろに行っちゃうってことは、次蹴るときに、一回入って、1、2って蹴る。もうそれだけでいらない動きよね。それはなくしましょう。ここも固定しとく、固定した状態で蹴れると一緒。ちょっと固定、固定と親指の上になってもいいから、ここで固定、固定、そこで蹴ってくる。難しいな。ちょっとやってみよう。ここの膝をこう前後しない、このままこのまま、そうそうそう、はい、ほら、うまいよ、一番うまいよ。すぐできちゃうもんな。負けんな。膝めちゃくちゃ綺麗。その時に、次もう一個意識してほしいのはお尻ね、お尻、お尻を上げるんだけど、いつも通り楽に蹴ってるとお尻なんか意識もしますけど、ここに構えることによって、ここで膝をロックすることによって、お尻を意識しないと窮屈に蹴ることになっちゃいます。こんな感じで蹴っちゃいます。けどこれだったらちっちゃく見えちゃうから、あとは最初の買い込みは背中で上げるっていうのは一緒。あとはそこから先のフォローはお尻を前です。お尻を前です。そう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 、よくない？今めっちゃキレがあってすごいです。よかったよな。え、すげえじゃんって思ったでしょ。自分もできるようになってみて。やってごらん。フォロースルーで、お尻を前に。そう、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。ニヤニヤしない。はい、やってみて、やってみて。そう、お尻、お尻。お尻を前に。うまいな。はいはい。はいはい、そうです。 できればこう上足で、ね、こう今つま先こうなってるから、それで前蹴り蹴っちゃったら、あの自分の指を折っちゃったら、なるべくここね、ここで、ここで、こう足の指の付け根、指の付け根で、そうです、当てて。ゆっくりやるときはもうこのつま先で上げるっていうのはもうほぼほぼ一緒。早くやるとやっぱどうしてもなかなかそうはいかない。あ、そうそうそう、そうやって蹴るとキレが出る。いいね。はい、ちょっと屈伸してください。前に進むね。前に進む。体はちょっともう横、横、横、横。移動って早く移動することが大事だよね。で、こっから、まあ、あの聞いててね。だから移動するときに、一番良くないのは、この足が大回りで来ることが一番良い。やっぱり足はもう、ほぼほぼ直線で行くようにしましょう。まずそれだけちょっと意識してください。はい、これだけでいいです。これだけで。で、これ多分みんな意識できていると思います。もう一個さ。それともう一個、足のコースの意識以外で体の意識。足はなるべく直線で行くイメージはつくんだけど、上がなかなかそうじゃない。体、横幅って結構広いね。思ってるより広いね。これがそのまま、大きく、こう、このままの意識になっちゃってる子が多い。そこをどうするかって言ったら、体もすりつぶして回るようなイメージ。はい。ここから、ここにさっき板がある。これを、下はスムーズにいけるんだけど、上だけこう、こう回り、来ない。これを、ここの肩を、こっちの肩に一直線で持ってくるイメージ。要はこうあるのをこう来る。
じ立ちから一歩半ぐらいでこれ出てますね。こうね、ここを真下に出るんですね。そう、で、お尻を真後ろ。これ、良くないのが、お尻がどっちかに逃げちゃうと、これ、真後ろにお尻を落とす。はい、で、詳しい行きましょう。じゃあ、先生も一緒に行きます。はい、行きましょう。ここから、手はどうでもいいです。ここからそのまま進んでみましょう。ゆっくり、1、2、まずはもうこれも一緒だけど、頭と腰の高さを変えない。前頭側の方だったら、これに動きつけると、主頭受けっていうのをつけて、ここから、こんな感じの動き。手がないとなかなか難しいね。あとは、五五十は中段。中段。はい、じゃあ、はい、ね、午前中、基本、今まで意識してなかったことかもしれないんだけど、やってみると実は楽しい。なんで楽しく思えなかったかっていうと、知らないからね。でもそれを知識を蓄えていくと、どんどん面白くなる。いつもやってること、あ、本当はそうなんだ、もっとそういうことできるんだ。で、自分のできる可能性が広がっていく。スポーツ知識を増やす。だから考えながらやる。それを午後もねちゃんと使いながら今日あと半日頑張って。いいですか。はい、はい、じゃあ午後も楽しんで。疲れました。疲れました。はい、じゃあ気がもうワンのタイミングで2本いきます。もう一回いきます。もう一回いきます。パッ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 パ